スタンス。大丈夫か？こけるよそりゃ。インサイドの傘下がるぞ。スタンス、スタンス、スタンス。後半回ってっちゃダメなんだよ。ね、整体っつっても後半最後は外向き作んなきゃダメ。作るっていうかできるっていうかね。インスタンス。もう少し谷回り山回り長く取れ。谷回り長く取れ。もう少し谷回り長くして、谷回りぐーっとすぐ曲がっちゃうでしょ。少しずつ押し込んでグーッつって、ここからここからエッチングしていくの。グーンってここから押し込んでいくの。押し込んでいくの。押し込んで軽く押し込んでいくの。して前潰さないようにして、これ前潰してるぞ。ほらストック引きずってくれ。ストック引きずってないぞ。ストック引きずってないな。ね、こいつらやりたい放題じゃん。最高じゃん。先に毛作んなよ。先は軸作って入ってきて、それから毛作ってくんだから。もう少し腰下に早くスキー入れて、早く切り替えて、長くエッチングしてスパンッパンってスパンって両足でスパンって切り替えて長くエッチングするの。エッチングに時間かけない。手つくのが早い。引きずれ。外側のストック、ビデオチェック。インサイドの肩の位置もう少し高く出しておかないと。こっち特にナイトショット。ストックワークね、視点になるところにつかなきゃダメだから、もう少し前に早い段階で用意してもらう。ストックの準備が遅い。体の振り込みが出ちゃうから。外スキー置いてからやると、もう少しかかとグーッと押し込んでいかないと。リオンはどうなんだ。やめか。やめか。やめか。もう一本行くんか。やめます。やめます。みんなやめかじゃあ。